こんにちは、マスターとです。暑いですね。日曜日の暑いですね。じゃあこれで、日曜日のお日の方も感謝いたします。感謝して、イエス様の名前によっていたします。アーメン。はい、日曜日遅くなりましたですね。もう2時15分過ぎてます。はい、湿度はちょっと高いですね。90% 超えています。温度も28度ですね。扇風機かけています。ちょっと、クーラー入れたが涼しいかな。はい、先に、ヤクルトのジョアですね、飲みます。朝の11時の教会の礼拝が終わって、12時過ぎですね。はい、じゃあいただきます。はい、まだ雨がすごいですね。少し止んでましたけど、また降り出したですね。先にヤクルト城ですね。はい、今日は第3が父の日でしたので、今日は、第4ですね。4キロでいいかな。はい、用意いただきました。はい、6月23日を沖縄の、これが、日曜日のコーンクリームですね。コーンクリーム、これが冷凍のピラフじゃなくて、これが焼き炒めですね。焼き炒め、これが冷凍の、ハンバーグと、小さいミニハンバーグと唐揚げと朝の卵の残りですね。これは肉炒め、チャーハンに味似てますね。ちょっとお茶が熱くて1分間気にしましたけど、サラダは漬物で、パイナップルですね、石垣島の。そしてこれがトマトですね。トマトに、海苔がついています。ちょっと、パパヤの漬物ですね。海苔、キャベツとレタス、朝はちょっとレタスが、ちょっと多めでしたけど、今日はちょっと昼はちょっと少なめにしています。はい、こんな感じで、日曜日も2時回りましたですね。はい、なかなか、今日は8時過ぎ起きてて、11時はなんとか間に合いましたけど、はい、また午後から今日が週一の YouTube の収録日ですね。収録に追われてますけど、
普段はお仕事してますので、本当の隙間ですね、合間に。すいません、梅干しですね、はい。日常の食事を コンセプトにしてます。はい。普段着ですね。普段着の。電気つけてみました。ちょっと暗かったですね。はい、ちょっと。お昼の2時半なのに、ちょっとどんよりしてますね。雨が。家から一休みしようと思っていますけど、一休みが本休みだったら大変ですね。はい、お家まで休んでしまったらちょっと悲鳴あげますね。もう気持ちは、でも体が2時半、3時半、1時間横になったら1時間、まあそうですね、30分、でも体が一旦良くなったらちょっと完全に お昼寝タイムに。普段はバッタン級で、ですけど今日も寝ようと構えたら寝れなかったですね。まあこんなもんと思ってますけど、不思議ですね。コーンスープですね。コーンスープは休みのお昼がもう
定番になってますね。はい、サラダ、これパイナップルですね。うん、実は30分良くなっておきたいですけど、はい、話が睡魔が昼寝が襲ってきていますので、2時半ですね、もうお昼。はい、コーンスープ完食です。デザートも完食、あと、卵とハンバーグと、あと唐揚げですね、冷凍のチンしたの、あと冷凍のこれもチンですね。妻はまた別の軽くコーヒーと、菓子パンですかね。私はなんかどうしても、まあ、変わらないな、お昼定番になってますけど、はい、では熱いお茶飲みながら、今週もスタートですね。梅雨の真っ盛り彼ですね。6月23日沖縄のこの終戦日ですね。首里かね、この沖縄のこの守備隊かなの牛島中将が自決しての終わりですね。マブリの丘で今いろいろ自決等がありますけど、ヒメルの部隊、ヒメル等でいろいろ沖縄のこの、6月23日ですね。まあちょうど梅雨が明けてますね、沖縄はですね、この時期で。梅雨前にそうしたら、1ヶ月、2ヶ月、ちょっと沖縄戦の、その、ケラマの諸島に上陸して、中部かな、ユムタンか、チャタン、中部ですね、ガネコ、昨日は今のどこの辺りに、上陸して、中部の辺りに上陸して、北と南に、多分行ってると思いますけど、まあ戦略的ですね。真ん中から行って上と下に分かれて日光方面ですね。はい、こんな感じで日曜日のもう睡眠が襲って、昼間の襲ってきますけど、マスタートです。マスタートのこの休み変わらない昼食でした。これマスタートのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いいたします。また次回のまた聖書を学びたいというお友達も募集してますので、よろしくお願いいたします。次回の変わらないな昼食で、お会いいたしましょう。マスターとした修験の一パーセントプレゼント、シャロムシャロムシャロム。